しは宝資源、無理はしないで頑張るよ。やっぱりお前さ、けどしかし劉備殿、乱世というのは辛いんだな、資源。何を今さら。俺行くよ。さてと、生徒をいただいちまうかね。俺みんなしっかり働いてもらうよ。わしは東から向かうかね。おりちょいとおり、ラクジを驚かしてくるよ。おりおり、さあ来やがれ。お前なんざひとひねりだ。気を出したら俺は叶わないよ。この俺が相手だ。かい。ゴーリュー、俺いつも奥の手だよ。
城が敵の手に落ちたと。あんなはこのわしが取り戻してやる。いや、ここまで順調に行くとは。いや、思いのほか楽ちんだね。奥の手だよ。オーリック、加勢してくださり助かりました。素晴らしいご活躍、お見事です。オーリック、お前たち、無益な争いは私も望まぬのでな。
しようか。一気に城まで攻め上がるよ。宝石商を用意してあります。危ないよ。これを使って門を破りましょう。他職の地は乱世とは無縁だったのに。陣を掲げ、その実戦果をもたらす。まさに非道。
正義に適するものだ。はあ、ああ、若、うん、やっぱり若はそうなるよね。了解。やっほー。剣山、残念は残らず俺の槍が撃つ。ノブの出だよ。生徒を狙う侵略者ども、まだ正義の刃受けてみよう。強いになって人それぞれなもんさ。怖いけどお前さんの刃は掘らせてもらうよ。赤にも君たちにも事情はある。それって今話しても始まんないよね。ああ、戦ってのはそんなもんさ。話をする前にまず決着をつけないとね。いやいや、劉備殿にも正義はあるよ。ただお前さんのとは違うってだけでね。何？貴様らも正義を称すのか。ならばこの馬儲け、その聖者を見定めん。若、まあ若がそう言うならいいか。じゃ、そういうことで俺もよろしくね。魔長が寝返っただって。もう何なんだよあいつ。
ラたちを乱世から守るために来てくれただ。バンザーイ、劉備様、バンザーイ。劉将殿、私は変な同情なんてするもんじゃないよ。いいかい、みんなお前さんの民になることを喜んでるんだ。それに応えるのも仁ってやつさ。